妙すぎる。1位3位いきますね。この流れはね、引き継がないはずなんで。よし、久しぶりに勝利。昼飯、カニの地中海風パスタ。こちら。やばいっしょ。行くぜ。うまいの確定。いただきます。うん、辛さ足りないね。うんうん、ブライトライトがなかったのでガチのブライト買ってきました。本来の味が楽しめます。ブライト10。さっき1回吸ったんだけど、これやべえぞ。俺ちょっと前手巻きタバコ吸ってたんだけど、手巻きタバコって香りが全く違うのよ、普通のこのタバコと比べて。それと同じ香り、風味、やばいっすよこれマジで。やばい。これは行ったわ。風来た。これは行った。来てるかな。あー、これ出ないともう行かないんだ。
手伝うぜ。撃ちまくるぜ。撃て。マナだ。撃て。まあでもさっき赤で外してるからな。来いよ。あ、行った。こうやって流れ変えるとすぐ駆け抜けそうなんだけど、次勝負よ。これはいくよ。
いやじゃ楽勝パチンコ簡単、2800円投資回収9000円。ありがとうございます。うん、まあ結局そうなっちゃうよね。いっぱい買ってきました。ルパンで勝ったということで、ルパンに登場するフォアローゼスブラック3000円。あざっす。まああとはいつものようにパスタソース、麻婆ソース、カレーソース、カップ麺、カップ焼きそば、軽井沢ビール、スライスハム、水分。はい。ということで、ついに光マン、笹塚のパチンコ屋のカード、コンプリート。よし。ということで、これで、マルシンの方もね、しっかり候補に入れていきたいと思います。2月24日、僕の誕生日でした。リア友から全く誰一人からもね、誕生日プレゼントねえやと思ってたところ、なんと、こちら、いただいておりました。この前一緒に一夜を共にした、幼馴染の同級生から。ということで、やっていきます。よし、ふわーっと。とーし。まずは、ウィング。いただきます。そしてもちろんサイベッチョベチョ、これはやばいぞ。いただきます。うわ、うん、うまっ、やばっ、やば、ありがとうございました。はい、ということで、ルパンに出ていたウイスキー、フォアローゼス、ブラック、飲んでいこう。フォアローゼスの生みの親、ポ、濃いですね。すごく濃いです。匂いはすごい香り高いですね。何の香りか分かりません。すごいなんか花、いただきます。これ食べていきます。これに合うのかな、合わないわ、やめます。どうしよう、そしたらフォアローゼスに合う、なんもないんだよね。卵焼き作ります。賞味期限が今日までのやつが2つあります。ちょっと水足してブラックペッパーでも入れるか、味の素。
これはどうなるか分かりません。半分ぐらいね、固まってきたらこうして、でここにサラミで、ここにミックスチーズを入れていきます。もう全部入れちゃっていい、これをこうよっ。こちらなんか、なんか買ったのに寂しいな。まあこの高いマヨネーズとケチャップ、まあ、どっちかでいけるっしょ。とりあえずハイボールにしましょう。はあ、うまい。そしたらこれいきますか。いただきます。うん、あ、うまい。ふわふわ、このままでも全然うまいしね。うまそう。いただきます。うまい。はあ、うまい。ルパンありがとう。てか冷静に考えて、あんなの終わらねえよな。ラッシュ中は大当たり確率20分の1なんですよ。でその中で50回回せんの、終わんなくね、そんなの。なんかの間違いでだから37回目で終わったっていうだけで、基本終わらないんですよ、永遠と。素晴らしい台だ。でね、マルシン他にもね2つそういう台がありまして、サイボーグ009と鬼武者。まあ明日残りの1700円勝負しに行きます。うわ、すごい、見て、チーズが、うわ、もっとチーズ入れれば、もっとチーズあればすげえいい感じになったね。いただきます。でも最高なんだけど。よし、明日もパチンコ頑張ろう。